笛なく愛する皆さん Hello everyone チャレンジツアービクトリアザハラタイヤンゴネロ恵まれた天候の中実況金武彦がお送りします。新シーズンに向けての最終調整となるこの試合、世界の強豪に勝利して気分よく開幕を迎えたいところです。主審のホイッスルで試合がスタートしました。左に援護を取ります。緑のユニフォーム、アフリカのドリームチーム、ビクトリアザハラ。フォーメーションは 4-3-3。 一方右に援護を取るのはピンクのユニフォーム、イタリアの名門ビアンコネ。ダイレクトシュート、決まった、ゴールです。1-0。会心のゴールです。前半8分キックオフです。トラップ感じてませんでした。トゥーレーボールを回します。ピルロ抑えて得意な右、チャンスは続きます。ビアンコネロ、さあチャンスです。シュート、同点ゴール。前半18分、レオナルド・ボネッチ、選手たちも喜びをあらわにします。ミラクルゴールです。前半20分キックオフです。トラップドリブル、つながりません。右に送ってピルロ、ドリブル、ピルロ、ワントラップ、通るか、スルーパス、止めてジダン、頭で合わせる、抑えます。キーパーからボールが出ます。ボールを受けてイップ監督、何度も指示を出しています。取り返します。選手たちの目がイランと光りました。アレックス、スーパープレーだ。取り返します。ボールを受けてケリーニ、ジダン、シルバ、シルバーボールを出します。今ホイッスルが鳴りました。1-1、前半45分が終了です。今後半スタートです。エルピエロ、止めてエルピエロ、間を通す、これは取られてしまった。トゥーレ、ボールを運びます。インターセプト、ボルッチ、イグアイ、これは取られてしまった。ナイスディフェンス。あ、シュートです。キーパー抑えます。キーパーからこのボールを右サイド、ドリブル、インターセプト、パスを送りました。ピルロ、ナビスからピルロ、ポグバ横に出します。エブエ抑え、イップ監督、何度も声をかけているようです。割って入ります。中央から上がる、中央からキーパー、試合の終盤、キーパーボールを出します。ジダン、感じてませんでした。パス、これは通らない。カンナバーノ、さあビアンコネロ、横に出します。ワントラップ、ここでスルーパスを通す、おっとバーに当たった。左から上がっていく、打ってきた、ラインを割りました。ルゼン・オリベ、ここでスーパーサブを投入します。ビアンコネロ、さあチャンスです。大きく逆転ゴール。後半44分、チェコの大砲パベル・ネドベ、これは見事なゴール。采配がズバリ的中です。後半44分、さあキックオフです。タイムアップ1-2、イタリアの名門ビアンコネロ、